どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きの会の大地と羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありがたいです。今回は番外編となっており、作品紹介がない回です。で、一応これが我々にとって今年初めての収録になりまして、改めて明けましておめでとうございますと言わせていただければと思います。はい、明けましておめでとうございます。さっき三重さんとね、収録始めるときに明けましておめでとうございますって挨拶をしたので。そう、はい、前回がね、年末の収録だったんで、年明け初めて今日お会いしたっていう。そうですね、ほぼ毎日連絡取ったんで、なんか今更感はすごいあるんですけれども、まあ、そうですね、確かに。じゃあ、ちょっと本編入る前にですね、お知らせを何点かさせてください。ちょっと長くなるかもしれませんが、よろしくお願いします。全部で4点あります。1点目が、ベストエピソード投票をお願いいたします。こちら、2021年に、紹介したエピソード、配信したエピソードを現在ですね、皆様方からどのエピソードが一番面白かったか投票をお願いしています。 Google のフォームでやっておりまして、番組概要欄から入ってきますので、ぜひ投票いただければなと思います。これは結構我々としては楽しみでして、どのエピソードが1位になるのかって、去年もやったんですけど結構ドキドキするので、ぜひご参加いただけるとありがたいです。そうですね、これも投票いただいた方の投票理由っていうのも自由に記述してもらえるようになってるんですけど、結構ね、そういうのを読むのも面白くて、なんかこういう理由で選ばれたんだっていうのかっていう、そういったのも楽しみにしているので、いただけるとありがたいですね。で、2点目がちょっとこれがギリギリになるんですけど、14日、これの配信が10日なので、もうギリギリなんですけれども、ポッドキャストアワードというものがございまして、そちらがリスナー投票ができるアワードがあります。これは、前のからもお伝えしている通り、日本一のポッドキャストを決める祭典でございまして、ぜひ我々のポッドキャスト文学ラジオ空飛び猫たちにですね、ご一票いただけると嬉しいです。なかなかこれで我々が1位になるってことないと思うんですけれども、でも少しでもこうちょっと上の何か注目されるようなポッドキャストになるかなと思っておりますので、ぜひご投票いただければなと思います。ちょっとラジオ、ね、聞いてくださっている方には協力してもらえると非常にありがたいですね。で、3点目が、YouTube チャンネルを作りました。こちらなんですが、基本的には過去一番最初に、配信したエピソードから順番に静止画でアップロードしております。で、これが結構、やっぱ、ポッドキャストと違って、ちょっと動画になるので、まだ勉強中なんですけど、音楽がうまく合間に切ってなかったりとかするんで、ちょっと聞きづらいとこがあるかもしれないんですけれども、ぜひちょっと皆さん、チャンネル登録していただけたらなと思います。で、これは、特にこれから YouTube でやっていこうっていうわけじゃなくて、正直、このポッドキャストに、を知ってもらうための宣伝装置みたいな位置づけでちょっとやってまして、だからこれから YouTube で聞いてねっていうわけじゃないんですが、まあやっぱり再生回数とか多分チャンネル登録者数みたいのが結構なんかその YouTube をこう知ってもらうには影響するみたいなので、まあたまに見てくれたり、しかも最後まで見てもらうっていうのは結構重要らしいので、こうラジオみたいに長ら聞きしていただけると大変ありがたいです。これをきっかけに我々のポッドキャストを知ってもらう人がまた増えたらなと思ってちょっとやっております。そうですね、なんか YouTube もラジオ使い活用している方もいらっしゃると思いますので、なんかそういう方はね、もしかするとポッドキャストより YouTube の方が、ね、これから聞きやすいのかもしれないなと思っていますね。一応最新エピソードまで追いついたら、ちょっと1週間遅れぐらいで YouTube の方は更新していこうかなと今のところ考えております。今あれなんですよね、その YouTube に上げるのって本当一番最初に撮った音源をちょっと使ってるんですけど、やっぱり私のその当時の音声編集の技術の低さとマイクの性能の悪さがあって、ちょっと音がこう改めて聞いてみると聞き取りにくいなってところはあるんですけど、その辺をご容赦いただけると大変ありがたいです。で、最後の告知です。1月23日、東京の神保町にあるブックショップ無用のようで、我々二人が一日店長をいたします。時間は夕方の4時から夜の8時まで、4時間、お店に立たせていただきますので、ぜひとも、東京近郊にいらっしゃる方は来ていただけたらありがたいです。ちょっとどんなことをするかっていうのはちょっと今、検討中なんですけれども、まあ何かしらのイベント化するのか、それともただ我々がいて、こうお話をするのか、
もしくは何かしらのものを、こう本に絡めたものを、ちょっと売らせていただくのか。まあ、その辺は全く、ちょっともう未定でして。まあ、ただ、ブックショップ無用のようさんっていうのは結構なんていうか、私もよく言ってるんですけど、店長がすごく気さくな方なんで、自由にさせてもらえるんじゃないかなと思っております。そうですね。これもすごく楽しみなイベントではありますし、うん、あとは、あれですね、ブックショップ無用のようさんには、大地さんが、文学ラジオ空飛び猫たち、ね、名前で、うん、一棚出展して、一棚置かせてもらってます。うん。なんで、まあ、本を買うこともできると。うん、そうですね。その日はちょっと厚めに、なんか、持っていこうかな。はいはい。そうですね。ちょっと在庫を補充しておいて。はい。じゃあ、ちょっと長くなっちゃいましたが、お知らせは以上になります。ぜひ、この4点、ご協力いただきたいなと思っていることも多いので、よろしくお願いします。本編なんですが、まあ、本編入る前にって感じになっちゃうんですけど、公開収録があったので、その感想だけちょっと言ってきたいなと思います。これ、12月30日に、ズームオフ会で公開収録をしたんですが、それが前回の配信の内容になってるんですけれども、個人的な感想から言わせてもらうと、まあ緊張したっていうのと、ちょっとやっぱりいつもよりちょっと硬くなってしまったなっていうのがあったんで、まあ、公開収録、うん、なかなか難しいなって思いましたね。ああ、それは多いですね。で、やっぱ一番はなんか、ちょっとね、聞いてくれている人がその場にいるんで、なんか時間を考えてしまって。そうだね。ここでどう話しましょうかとかですね、うんうんうん。なんかどういう順番で行きましょうかとか、なんか相談しながら進めてるんですけど、うん、ちょっとね、その辺は基本的にもうなしで、うん、結構ね、なんかそういうの個人的にはちょっと駆け足で収録してしまったなとは思っていて、まあでも、それでも公開収録の当初を見込んでいった時間、一応20分の予定だったんですけど、多分倍ぐらい、そうですね。申し訳なかった。うん。そうそうそう。そうそう。まあ、こういうのを、なんかやってみて、まあ、こんなに難しいんだっていうのが、なんか分かりましたね。うん、まあ、選んだテーマがちょっと、長い話になりがちなものだったから、申し訳なかったなって思いましたね。でもまあ、でも楽しかったですね。なんか、うん、参加してくれた人には構成案、お見せして、普段、我々がどういう風に収録してるかっていうのを、ちょっとお見せすることもできて、うん、きっと参加した人の中では、ちょっと、あ、こんな風にやってるんだ、みたいな、驚きもあったんじゃないかなと。うん思いますし、うんうん、チャットでもらった話題なんかもちょっとね、こう、参加してくれた人から差し込むことができて、ああいうのもやっぱりちょっとライブ感あって面白かったですね。ああ、そうですね。あれも確かに良かったです、うん。なんか本当にいろいろなコメントをいただいて、ラジオの配信では取り上げきれなかったんですけども。あれですね。次もし公開収録するなら1時間、公開収録だけっていうイベントにして、1時間半ぐらい撮って、それに付き合ってくれるっていう人だけちょっと来てもらう。そうですね、うん。ちょっとね、途中から退屈に思われるかもしれないですけど、うん、あ確かに、そのくらいの時間は欲しいですね。うん、なんかね、余った時間はまあ、そう、なんか話したことにディスカッションに使ってもいいしね。収録しないで、聞いてみてどうだったみたいな、あれ感じでもいいかもしれないですね。あとですね、編集して思ったんですけど、私もみえさんもそうなんですけど、いつも以上に編集してるんでわかるんですけど、みえさんの口癖っていうかよく言う言葉は、あのとなんかなんですよ。あのなんかってよく使うんで、で、私これをよく削るんですよ。編集してるときに、はい。で、私は、多いのは、まあとか、あと、なんていうかとか、まあなんていうか、が多いんですけど、これも私よく削るんですけど、この収録、これ多かったっす。やっぱ緊張したんだなと思って。そうなんです。いつもの 1.、まあ、2倍はいかないけど、いつも以上に多かったなって思いましたね。そうなんです。すごい削った。うん。いや、もしかすると、言葉を意識しながら、普段、喋ってたとしたら、私、公開収録の時は違うことに意識がいってたのかもしれないですね。そうですね、そうですね。別のところに。多分なんかそこがあって、そういうね、口癖っていうかね、言ってしまう言葉がね、多かったですね。っていうのが編集した私の感想でした。なるほど。はい、それですね、追い込まれた時に、なんか癖が出るみたいな感じかもしれないですね。そうそうそう。で、多分、公開収録参加されて、配信聞いた人は、あ、こんな感じに編集でなるんだっていう驚きが本当強かったんじゃないかな、うん、そこは思いますね。うん。というところで、またちょっとやれたらやりましょう。そうですね。ポッドキャストもね、本当早送りで聞いてくれている方も多いと思うので、うんうんうん、なんかね、公開収録のなんかかなりスローなテンポで、喋っていて、うんうんうん、途中途中相談も入ってるとか、うん、まあそういうのを逆に僕がそれを見る側だったら、それはそれで面白そうだなと思います。うん、確かにそうですね。
もっとがっつりした公開収録やってもいいのか。ついてきてくれる人がいるならって感じですね。じゃあそのところで本編いきますか。うん、大丈夫か。じゃあ年始一発目の番外編なんですが、まあちょっと本の話にちょっと番外編続くので、こうグッと寄せたいなと思って年末年始に読んだ本というテーマで今日はお話ししたいと思います。じゃあそれぞれ紹介していきましょうか。うん、どうします？私の方がいきますじゃあ。そうですね。じゃあ、はい、お願いします。私はですね、去年もご紹介した作家さんで、イタロ・カルミーノっていうイタリアの作家がいたところ、いるんですけど、もう、存命ではないんですが、去年、冬の夜、一人の旅人とか、という小説をご紹介させていただき、まあ、ちょっと聞いた方は、だいぶ不思議な小説を書かれる人なんじゃないかなという印象を持っていると思うんですけども、その方のですね、イタロ・カルミーノさんの、見えない都市という本を、これ、まあ、年末から読んできて、読み終えたの年始なんで、ちょっと年を越した、本ではあるんですけども、ちょっとご紹介させていただけたらなと思います。で、私これ、イタロ・カルミーノが、3冊目かになるのかな、なるんですけど、ちょっと私も後期の、いわゆる、イタロ・カルミーノの後期の作品しか読んでなくて、ラジオでも紹介した、冬の夜、一人の旅人が、という本と、あと、宿命の交わる城という本と、今回、見えない都市というものになります。で、全部これ、彼が人生の後半に書いた本ですね。だいぶ実験的な内容になっていて、どれも。で、特に、宿命の交わる城を読んだ時には、これって、なんかタロットカードがテーマになってて、なんかタロットカードが並べられてて、そこから物語を読み解くとかいうわけのわからない、話だったんですけど。で、今回の見えない都市もちょっと近くて、これは空想都市が出てくる。空想都市がたくさん出てくる話なんですよ。70で個出てくるんですけど。で、これがもう本当、やっぱイタロ・カルミーノすごいなって思うのが、この、なんていうか、架空の世界というか、こう、想像の世界っていうのを描くのが本当に上手い方で、毎回ですね、何を語ろうとしてるのか、何を伝えようとしてるのか、を捉えきれないっていうのが、ちゃんと見えない年、宿命で交わるでしょう。あと、冬の夜一人の旅人は割と分かりやすかったんですけど、まだ。でも、でもなんか分かんないとかあるんで、なんか、そういう作家なんだろうな。多分これ何回読んでも、多分分かんないって思って終わる本を書く方なんだろうなと思います。だから、ちょっとその、初めから私がこのイタロ・カルミーノの今の印象を言ってしまうと、この人は多分、読んだ人それぞれが、もう、なんていうか、受け取り方が全く変わってる作家なんじゃないかなと思ってます。本当になんか、受け取れる部分っていうのが多分、読み手によってかなり変わってくる作家なんだろうなと思ってますね。すごく私は面白い作家だなと思ってます。ああ。だから、逆に、このラジオで時間使って、本編では絶対紹介できないなと思ったので、ここに持ってきました。多分、これ、ミエさんと話しても話噛み合わない可能性あるから。なんか、で、多分いろんな人とこの本の話をしても話噛み合わない可能性があるんですよ。確かに。僕も結構昔に読んだことがあるんです。あ、そうなんですね。そうそう。まあ、ただ確かにね、どういう話かって全然、割ってしまったんですけども、その空想都市ですよね。これを人によってどうイメージするかって、もうね、全然もう違ってそうだなって思いましたね。じゃあちょっとストーリーだけ少し伝えさせてもらうと、もう簡単なストーリーだけ伝えさせてもらうと、これマルコポーロが主役なんですよ。東方見聞録を書いたマルコポーロなんですけど、なので時代がだいぶ、マルコポーロは絶頂するかな。13世紀だ。13世紀なんで、だいぶ昔の設定なんですけど、でも、だいぶ、話としては結構、都市によっては近代化してる都市とかあるんですけど、まあ、それが、マルコ・ポーロが、東方見聞録の中でも語られてるらしいんですけど、私ちょっと読んでないんで、ちょっとわからないんで申し訳ないんですけど、フビライハン、モンゴルのフビライハンに仕えたとされていて、で、その時に、フビライハンに対して、マルコ・ポーロが旅してきた都市の、話を聞かせるというような内容になってます。で、その都市なんですけども、明らかにそんな都市が実在するのかしないのかみたいな、なんか、そんな都市ばっかり描かれて、で、なんかこう、理想っぽい都市もあれば、もうなんか不思議な世界があったり、なんか、私印象に強い一番これはありえないだろうみたいな都市が、なんか空気が土だっていう都市があって、あ、どこだったっけな。で、これね、でもね、もう、明らかにね、この本、目次がですね、都市と記憶とか、都市と欲望とか、都市と記号とか、あ、で、まあ、都市と記憶1とか、都市と記憶2とか、都市と空1とか、こんな感じで、全部の都市にちゃんと名前があるんだけど、目次では分かんないように書いてんだよね。
ここがもう、すでに仕掛けられてんなって思ってるんですけど、もうあろうことか、その、すごい読んでて印象に残った、あの、都市の名前を思い出せない。もうっていう状況になっちゃうんですけど、付箋とか貼ってこないとって、付箋貼ったところが気になった言葉だから、俺、都市じゃないんだよな。ちょっとそこが、ちょっとやってしまったなと思ったところなんだけど、その都市は空気がないんですよ。空気がないってなんて。いや、ないわけないんだけど、あの、空気の代わりに土があって、で、こう、水が、こう、土の中を移動するように、人がこう、この土の中をこう、なんていうんですかね、広げてって移動してるみたいなことが書かれている都市があって、で、それが最初からちょっと語られて、で、最終的には、どこにあるかわからないみたいな、どっかの地中にあるに違いないみたいなことで終わるんですけど、え、そんな都市あるわけないだろうと思いながら、なんか一番ありえねえなって思って、そういう都市が、長くても3ページくらいかな。あ、もうちょっとあるか。5ページくらいある時もあるか。とか結構その、あの、割と短い文章で、次々こういう都市がありますみたいな。で、まず、あ、このフビライハンに、こういう都市の話を聞かせてほしいみたいな要望もあれば、フビライハンがなんか語り出すというか、想像をめぐらして、それを、からマルコ・ポーロがこう引っ張ってきて語るみたいな流れもあって、で、この、あの、マルコ・ポーロとフビライハンの、なんかね、その、語られる都市の間に挟み込まれる会話が結構面白くて、もうなんか、で、もうちょっと最後、印象に残った言葉、このフビライハンとマルコ・ポーロの、会話で印象に残った言葉をちょっと読ませてもらうと、これ、川出文庫の175ページなんですけど、マルコ・ポーロのセリフが始まっていて、私はいつでもただ話をするだけでございます。と、マルコが言う。しかし、私の話に身を傾ける者は、自分の待ち望んでいる言葉のみを受け止めるのでございます。陛下が、かたじけなくも耳をかしたまうこの話が別のものならば、また私が帰国いたしました時に、我が家の立つ、鳩場通りの人足小屋や船小屋へ巡る話もまた別物であり、またさらに後年になり、ジェノバの海賊どもの虜となって、冒険団の駆け手と一つ牢につながれるということにでもなりましたならば、口述するかもしれぬ、その話もやはり別のものでございましょう。物語を支配するものは声ではございません。身でございます。と話していて、もうこれ結構ちょっと確信をついてるなと思っていて、ほんとこの都市の話をたくさんマルコがしてくるんですけど、この話に身を傾けるものが、結局自分の待ち望んでいる言葉しか受け止められないっていうことをここで言っていて、これもう後半なんですけど、こんだけ話をしてきて、確かに、なんか自分がこんだけわけわかんない話をされると、自分がこう、待ち望んでる言葉しか自分印象に残んなかったんですよ、多分。そういうのって結構やっぱり、なんていうか文学の核心をついてるような、ちょっと気もして、ちょっとやっぱり、イタロ・カルビーヌすげえなって、読んで思った本ですね。まあすいません、ちょっと今、たどたどしい朗読になっちゃったんですけど、結構読みにくい言葉がちょっと多かったりします。だからちょっと大変なんですけど、やっぱりカルビーヌ面白かったなっていう、あの、感想でちょっと、終えたいなって思います。はい、読みにくいかもしれないですけど、うん、まあその分、じっくり読むことで、なんかその都市の雰囲気というか、うん、カルビーノのその世界観っていうのがまた味わえるんじゃないかなというのは思いましたね。うん、これカルビーノやっぱすごいですね。で、え、でもなんで、うん、うん、あ、どうぞどうぞ。なんでこの小説読もうと思ったんですか？あ、私ですね、あれなんですよ。一番最初に、イタロ・カルビーノ読んだのは、冬の夜一人の旅人だったんで、うん、あれを読んだ時に決めたんですよ。イタロ・カルビーノ全部読むって。あ、すごいですね。すごい作品数あるんですけど、ちょっと死ぬまでには、イタロ・カルビーノは絶対全部読もうと思って。で、今年の始まりに。で、しかも、うん。しかも、なんとなく次手に取ってしまったものが、宿命の交わる城だったんで、これ、あれだなと思って、後期の作品からちょっとこう、読んでいこうかなみたいな、決めてみたんですよね。ちょっと他に、例えば多分、有名なところで言うと、冬の夜人の旅人が、あたりが多分有名なんと思うんですけど、あとは、難しい愛とか、パロマとか、あと、今年ちょっと読みたいな、もう手元にあるんですけど、レ・コスミコミケ。っていうのをちょっと見たいなと。これ SF らしいんで、ちょっと見たいなと思いますね。ちょっと、そういうテーマでちょっとやってますね。いけるかなっていう。そうですね、カルビーノの本もね、めっちゃいっぱいありますからね。全部翻訳されてるのかちょっと。ああ、うん、そこは気になります。でも、ちなみに、カルビーノにその思い入れがそこまであるっていうのはどうしてなんですか？もう、だ冬の夜一人の旅人が面白すぎたからですね。もうなんか衝撃的だったんですよ。自分読んだ時。ああ、はい。なんだこれって。初めて読んだって。あ、そう。初めて読んで、はい、何年前かな、うん、?3、4年くらい前、うん。もっと前かな ?5 年くらい前。いやー、ほんとなんか、すごかった。なんだこれって思って。うん、確かに読書会の原点も。その本ですもんね。冬の夜。ああ、そうですね。うん。そうなんですよね。なんかやっぱり、すごい本だと思ったんで。
こういう本を書ける人は他にどんな本を書いてるので、なんか、見えない年も、もうなんか、ほぼ理解できなかったんですけど、多分。でもなんか、すごいそれでも残るものがあるんで、やっぱそういう作家なんだろうなと思って、ちょっと読み続けたらなんか見えてくるものがあるのかないのかっていう感じなんですけど。みさんのちょっと本、年末年始読んだ本をちょっと行きましょうか。いいですね。僕は小説ではなくて、はい、読書会について、語っている本で、読書会の教室という本ですね。これがちょうど、昨年の12月に出版されたばかりで、で書いているのが東京で双子のライオン堂という書店を、されているあの武田信也さん、という方と、あのライターの田中圭介さんという方が書かれていて、で実際にあの二人ともその読書会を常日頃されている方たちで、まあ、その読書会とは何かとかですね、まあ、どういうふうに、読書会を運営しているのかとかですね、まあ、あとはどういう形の読書会があるかとか、そういう中で読書会についてかなり幅広く知ることができるので、あのすごくあの面白く、読めた本ですね。あのすごく読みやすいんで、あの読書会は参加されている方とか、まあ、これからしたいなと思っている方にすごくあのおすすめかなと思いますし、あと読書会をしてみたいと思っている人ですね、まあ、この本でも読書会ってあのするのが一番楽しいと、主催してみるというのが一番いいというふうにちょっと書かれていて、それが楽しいと書かれていて、それ読書会してみたいなと思っている人にもすごく、まあ、おすすめな本なのかなと思って読んでました。で結構なんというんですかね、参考になるようなところとかも本の中でいろいろ書いてあって、これはあの読書会する側ですね。する側で、例えばその司会のこういう一言があると、なんかその参加者が助けられたっていうセリフを紹介していたりですね。まあ、例えばその読書会の進行の中で、あの好きだったセリフとか共感した一文を教えてくださいっていうと、まあ、参加者はそういうのは比較的あの読書会の際に言いやすいというかですね、発言しやすいので、そういうあの振りを、あの質問を投げかけてくれるとありがたいという、なんかそんな例です。あと、あの、持ち込み読書会ですね。これは、あの、課題本ではなくて、この一人一人本を紹介していくというような、そういう、読書会では、なんかゲーム形式にすると盛り上がるというので、まあ、ゲーム形式の例を紹介していたりとかですね。あとね、ページの中には、その、読書会の、あの、告知文の例ですね。なんかどのように告知をしているかとかですね。なんかすごく、なんか参考情報がいっぱいあったんで、あの、その辺もちょっと面白く読んでました。その読書会主催者との対談というのもあってですね。ここも、この、まあ、読書会されている人たちのその座談会になっていて、読んでいて普通に面白かったんですけども、あの、個人的にちょっと良かったなと、まあ、印象に残ったなというところが、もう2点挙げたいと思うところがあってですね。一つが、あの、猫町クラブの山本達也さん、との、座談会で、猫町クラブという本当にもう、日本一大きな読書会を運営されている山本さんが言っていたその言葉で、なんか私は終わった瞬間に次の読書会が楽しみになるような、そういう会にするためにどうしたらいいかってことをいつも考えています。なんか人のためとかじゃなくて、どんな感じの読書会なら自分が楽しめるか、どんな人に集まってほしいのかっていうのを優先してやるのが一番いい。まあ、そんな言葉があってですね。いや、山本さんでも、その次の読書会のどういう風にしたら楽しみになるのかっていうのを考えながらやってるんだっていうのをですね、すごく感じてですね。僕もあの、日曜日だけ本の話ができるカフェっていうのをやっていてですね、まあ、毎回その場その場で楽しめたらいいなと思ってるんですけども、確かにその、来てくれた人が次も来たくなるような、なんかまた次の週が楽しみになるような、なんかそういうのを、考えてやりたいなってちょっと思いましたね。ああ、私自分で読書会やってる時は、もうその瞬間結構いっぱいいっぱいなんで。あ、そうそう、わかるよ。なんか、こんな余裕ないっすね。そうなんですよ。僕も本当に。すごいっすね、やっぱり。その場で楽しめたらいいのかなと思っていたら、やっぱその次のこともちゃんと考えてるっていうのがやっぱすごいなと思いましたね。あとはですね、またその座談会の中で、ですね、これは田中圭介さんが話していた言葉で、その読書会の場では、実は僕とは喋ってないんですよ。本当は本と会話しているわけですっていう言葉があってですね。あ、そうですね。これがどういうことかというとですね、あの読書会の場で参加者同士喋るんですけども、その自分と喋っているわけではなくて、その自分を通してその本と人が会話をしていると、だからそういう話で、でその本との会話のしている中に自分の声が入っているというですね。なので、例えばそのまあ、誰かの
参加者の話が面白くなかったとしても、なんでその話が面白くないのかっていうのを本に照らし合わせて考えると、考えること自体がその楽しくなってくると。そういう面白くない話も、まあ、逆に面白い話も、その作品を返することで、なんかいろんな、まあ、ここでは光が出てくると本では書かれてるんですけども、なんかその単純に話が面白い面白くないだけじゃなくて、そこに考える余地があるっていうところで、そういうところが読書会って楽しめると。逆にその本を、それは本との会話をしているわけなんで、多分自分一人で読書をしていてはなかなか体験することができない、その本の読み方というか、この本の解釈するという行為に、なっていると思ってですね。この田中さんが言っていることがすごく面白いなと思って、ね、読んでましたね。なんかこういう話をですね、まあ、その読書会トークを読んでいて、結構その個人的になんか読書会で得られるものって一体何だろうかっていうのですね。まあ、すごく得られるものってあると思うんですけど、そこをちょっと、ね、なんか考えたくなりましたね。なんかそういう自分の中ではなんかいい影響を与えてくれた本でしたね。この本の話についてこういろいろ聞いてみたいこととか話したいこととかあるんですけど、今最後の話で言うと、この読書会で得られるものとは何かって確かにすごく自分も今考えてしまいそうだけど、ゆみさんなんか答えは出てるんですか？今考え中みたいな感じですか？考え中ですね。なんかね、思い浮かぶものはいろいろあって、それはおそらく、ね、もう、これを聞いてくれている方が思い浮かぶものと、ほぼほぼ同じなのかなと思うんですけども、まあその、ね、まあその本の理解もそうだし、まあ、このね、人と繋がるというところもそうかもしれないですけども、でもそれもっと他にもあるんじゃないかなと。でそれは多分、今の段階で思ってるのは、なんか絶対に、ね、読書会で得られるのはこれ、この一つがすごく何よりも大きなものがあるっていう、なんかわけではないのかなと。まあ人によって結構、何が良かったっていうのはそれぞれかなと思うんですけども。でもなんか自分の中で何かってなると、ちょっと今そこは考え中ですね。なんか、このことに関してね、私非常に言語化したくないなって思って。逆に。読書会で得られるものって今、思ったんですけど、自分の場合だと、もうすごいいくつかあるんですよ。で、なるべくもうそれ全部並列にしておきたいんですよ。もうこれが一番とかっていう感じにしたくなくて、でも、もっとぼやかしていきたいなって思って、なんか、多分、自分が目指してるのって、なんとなく楽しいみたいな、読書会を、なんか多分、目指していて。そうですね。例えば。そうですね。それで言うと、そうそう。この本にも書いてあるんですけど、読書会っていろんな種類があるんで、やっぱり気軽に参加できるものから、ある程度の、ハードルを乗り越えて参加できるものもあると思うんで、まあそういう意味ではね、確かにその、どういう読書会かっていうので結構、まあそもそも前提は、本当読書会によってそれぞれ異なってるのかなとは思いますね。だから、ちょっとだけ、出していくと、なんか好きな本、自分の好きな本を話せることが、自分の好きな本について話せるっていう場である。で、その好きなことを話すことによって何かこう自分で満足を得ることができる場所だったり、またはその共通の趣味を、のがある人と知り合える、話せる場とか、もしくは、なんか自分の考えを深める場所とか、そういう多分いくつもすごいあって、で、多分全部を、なんだろうな、自分の読書会やってる時、やってた時にすごく思ったのは、別に自分が一番こう、打ち出してるコンセプトってのはあったんですけど、こういうとこですよ、みたいな話をしてはいたんですけど、でも実際参加される方は多分それぞれ、自分がやった読書会から価値を自分たちが見つけて持って帰ってもらってたような印象があって、で、逆に自分が読書会、誰かの読書会に参加した時も、結構なんていうんですかね、また持ち帰ってる価値は、隣に座ってる人はまた違うなって思いながら、いたりする時もあったりして。だからなんか、あんまり、なんかこう、言語化しない方がいいのかなって最近ちょっと、思ってますね、まあ。で、それで読書会をこう運営するのは難しいんですけど。みえさんでもこれかなり自分の活動に活かせそうな内容が多かった感じですよね。あ、そうですね。なんか、結構、ね、具体的に、参考になる情報もありましたし、ちょっと一つ思ったのは本当に、読書会というのは、
結構自由というかですね、うんうんうん、これはもう本当本の始まりに書いてあるんですけども、なんか人と人が、ね、その本について話し合ってたらもうそれは読書会と言えるんじゃないかというのがあってですね、何かそので実際そのいろんな主催者同士の対談とかも見てると本当にもう、ね、主催者によってこういろんな形の読書会というのが存在しているので、なんかそういったところではなんか自分がやりたいことというか、まあ、それで相手が、ね、楽しんでもらえるような場が作れたら、もうそれが一番なんだなと。なんかあんまり、うん、何かにとらわれずに、まあ、楽しくやるっていうのが一番いいんだなっていうのは、なんか読んで結構感じて、まあそういう意味では結構なんか、気持ちの面で、なかなか、まあ、読んでいて気持ちよくなるような、ね、なんかそんな感じがありました。いや、ちょっとこれ読んでみたいと思うんですけど、私も。じゃあ、ちょっとこれからですね、まあ、新年初の収録ということで、今年どんな一年にしたいかっていうのをちょっと話していきたいなと思います。ちょっとまず、ラジオとしては、話しますか、少し。うん。そうですね。で、ちょっと個人の活動もあるとは思うんですけど、ラジオとしてはですね、今年は、まあ、みえさんと結構年末年始打ち合わせしてたんですけど、なんかこう、具体的にちょっと新しいこと始めようみたいなことはちょっと多くて、どんな感じっていうのはあんまり詰められてないんですけど、まあ、冒頭で話すように YouTube 始めます。あと、今、整ってないんですけど、サポーターを募集しようと思ってまして、で、そのサポーターの方々に向けて、なんだろう、おまけ的な感じなんですけど、ちょっと特典を的なメールマガジンを今検討してたりする。で、実際に今度、無料の予算で会うので、まあそこからまた何か生まれるかもしれないみたいな感じではあるんですけど、まあ今年もちょっと、ラジオには力を入れていきたいなとは思ってます。で、まあ基本はやっぱり、年始は番外編が続いちゃってるけど、やっぱり聞いてくれる人が読みたいって思えるような本をたくさん紹介していきたいなっていうのが基本にあって、で、まあそれがいろんな人に届けばいいなとは思ってます。個人的なにはちょっとしおり作って配り出して思ったんですけど、うんうん、なんかしおりってこう会った人とかに配れるんで、なんですか、SNS で発信してるだけじゃ届かなかったような人に届いたなって感じがちょっとしてあって、あんま知り合いとか、なんかラジオやってるんですって言ってるだけだと、へーで終わっちゃうけど、しおり出すと、あ、こんなことやってんだみたいな、なんかちょっともうちょっとなんか、具体的に思ってもらえたりとかしたんで、なんかちょっと広がりが見えたなと思っていて、で、個人的にはこのラジオ、なんか好きになってくれる人にはまだまだ届いてないなみたいな感覚が、ちょっと、2021年の年末芽生えて、ちょっと好きになってくれるような人に届けるように、ちょっともうちょっと頑張りたいなと、今年は思いました。うんうん、私はね、このラジオに関しては。みえさんどうですかね。まあでもね、大地さんの言っていた通りだと思いますし、うん、まあ、あとはそうです。まあラジオそもそも始めたのはやっぱりお互い、うん、まあその趣味でというかですね、やっぱ楽しい時間を過ごしたいなというので始めたと思うんですけども、うんうん、まあそれを、まあ、僕と大地さん、だけじゃなくて聞いてくれている人も増えてきたっていうのをすごく感じていまして、うんうん、なんかもっとそのラジオを楽しみにしてくれている人と楽しめるようななんかそういうのを今年は作っていくのかなと感じてます。うん、まあ、年末にズームオフ会みたいなのやったけど、ああいうのをね、ちょっとうまい形でいろいろ定期的にやれたら面白いし、うんうん、なんか、うん、ズームオフ会やって、まあ、そんなに今回その参加者同士が交流してもらう時間っていうのはうまく作れなかったのがすごい反省点なんですけど、なんとなくだけど、うん、リスナー同士が話してみると多分、うん、てか普段出会えなかったけど出会いたかった方々みたいな感じになるんじゃないかなみたいな感覚がちょっとありますね。やっぱ海外文学中心で発信してきてるからなんかちょっとそういうのにアンテナ高い方々が多分集まってる可能性もあるしかなとちょっと思ってまして、うんうん、そうですね。うん、ね、本当にね、共通の、まあ、好きなものをね、持っている方たちがやっぱり、ね、交流できるっていうのは、それすごい楽しい時間になると思うので、うん、そういうのは確かにこの文学ラジオでできそうなことかなと思いますよね。うん、そういう装置になったらありがたいですよね。うん、うん、うん。まあでも、基本は、緩く発信し続けるっていうのが、ベースかなとは、はい。みえさんは個人的には、今年はどんな一年にしたいんですか？そうですね。すごくふわっとしているんですけども、うんうんうん、まあ、今年はフットワークを軽くしたいと思っていますね。まあ、去年がですね、すごく自分の中では腰が重かったなと思っていて、うん、まあ、いろいろ、まあ、忙しいというか、いろいろバタついていたというところがあって、うん、何かその、どこか出かけたりとかですね、ちょっとその、用事を作ったりっていうところから、ちょっと避けていたところがあったので、もうこれはもう完全に個人的な目標というところですなんですけど、フットワーク、今年はフットワークを軽くして、うん、まあ、何かあった時にパッと
動けるようにしたいなと思ってますね。まあ、そのためには、今年は暇になりたいなとは思ってますね。暇になりたい。いいっすね。そう、暇になりたい。そうですね。そうですね。私はね、ずっとぼーっとしておきたいなと思ってます。重要ですよね。なんか、自分も年末になるまで結構仕事が忙しくて、結構あれだったんですけど、年末最後の1週間、まあ、10日間ぐらいに急にようやくちょっと時間ができて、時間、まあ、ちょっと時間ができたわけじゃないんですけど、まあ、仕事がちょっと和らいで、そうすると、なんかやっぱりぼーっとする時間が少し持てたりとかして、そうすると結構いろんなアイディアが自分の中から出てくるから、なんかちょっと暇って重要っすね。そうですね。まあ僕が思うのはやっぱりその何かと腰が重い時って、うん、結局やってることってもう作業ばっかりかなと思うんですね。そうですね。何かそのアイディアを考えたりとか、なんかそこまで至ってないなと思っていて、まあ、そういう意味では本当、まあ、まずは暇になって、でそこで、ね、できた、まあ、空白の時間ではいろいろ考えたりとかですね、まあ。そういう時間をたくさん作りたいなとは思ってます。そう意識するだけでだいぶ変わりそう。うんうん、そうですね。うん、そうですね。ちょっと1年前、去年はなんかそういう展望を話した時に、全然ね、言っただけで、全然達成とかできていない話をしていたと思うんで、うん、まあ、今年は暇になるっていうのは、ね、なんかできるんじゃないかなと、ちょっと考えていました。まあ、あと、個人的に、まあ、カフェをやっているんですけども、まあ、プラスですね、これ本当にもうまだ検討段階なんですけども、うん、あのネットで本の販売とかできないかなって、ちょっと思ってますね。うん、まあ、本当にこれは、構想段階なんですけど、メルカリで羊をめぐるカフェの名前で本を販売。うん、例えばですけども。で、まあ、買っていただいた方には、その、ラジオのしおりもつけてお送りするという、メルカリ、匿名性の高いところかなと思うんですけど、まあ、発送であったり、まあ、管理する部分では、楽なところが、まあ、そういう利点が多いと思っていてですね、まあ、そこであえて、羊を巡るカフェという、なんかそういうネーミングで、で、まあ、その知っている方たちに主に向けてやってみるのも面白いんじゃないかなというのを、ちょっと、ぼんやりと考えてます。いいですね。なんか、私も今、無用の要さんで棚を貸してもらってて、自分の本が売れてったりするんですけど、なんか付箋本から売れてるんですよ。付箋めっちゃ貼ってある本から。だからやっぱなんかもしかしたらそういうこの特別性みたいな、全然意識しなかったんですけど、がっつり付箋貼った本から売れてるんで、そういうのもちょっとこう特典に加えていくともしかしたら面白いかもしれないですね。まあそれが嫌だって人もいるかもしれないけど、あ、そうですね。そういう意味ではまあ。僕はね、どうですかね、そういう、ちょっと手垢のついたものと、おそらく、もうかなり綺麗な本ですね、もう、結構新品に近い形の本とか、もうちょっと、たくさんあったりするんで、まあ、ちょっと本は本でもいろんな種類の本を、まあ、売るなら、ちょっとね、出すかもしれないなと思います。まあ、もう一つですね、ちょっと今年の展望として思っていることで、まあ、さっきの暇になりたいっていう話に繋がってくるんですけども、書くことに時間を使いたいなと思ってますね。これも、やっぱりいろいろ考えたり、何かを思ったりするっていう、まあ、そういう時間を取りたいなと思ってるんですけども、まあ、その先に、まあ、そういったものを書いて、まあ、整理したり、するっていう。で、そこは結構繋がってるかなと。まあ、書くことで、そういう考えたりすることもできるかなと思ってるんで、まあ、ちょっと今まで頭の中でいろいろ思ったことをあんまり書いてこなかったというところがあるので、私はそういうことをしたいなと。そういう書くっていう自分を作るためにはやっぱり暇な時間を欲しいなと思ってますね。これはあれですか？日記みたいな感じですか？それとも、なんかこう、なんかテーマに沿って書くみたいな感じ？ああ、まあ、その辺も全然、わからない。でも確かにまずは日記みたいに言った方がいいかもしれないですね。なんかもう思い思い。まあ、そこからテーマとかについて、まあ、そういう形にしていくっていうのもありかもしれないなと思ったりしましたね。まあ、今、ね、なんか何でも書いたもの発信できる、まあ、環境整ってると思うんで、なんか、みえさんも、もし、でも難しいですよね。なんか人に見せる文章と自分で読む文章って違いますもんね。そうですね。まあ、発信するにしてもそうですね。もしかするとちょっと誰かに向けてというよりかは、まあ自分の中のメモとして残していくものになるかもしれないなと思いつつ、そうですね。まあでもそれも確かにその形にして、まあ誰かに向けて発信するっていうのもしていけたら、よりいいなと思うんですけど。その発信も楽しみにしています。頑張ってくれてます。そしたら、大地さんは今年はどんな一年にしたいと思ってますか？
あ、でも結構同じくぼんやりした話になっちゃうかもしれないんですけど、うん、今年は結構活動の幅を広げていきたいなと思っている一年で、それはちょっとなんか本絡みだけではなくとは思ってます。そうですね。去年一年間、まあ結構いろんなこと悩んでて、結構みえさんには悩み相談してたと思うんですけど、まあ自分のなんだろう、才能っていうか、資質ってなんだろうみたいな。どういう資質が自分には備わってるんだろうみたいなことを結構真剣に考えて、で、まだあんま言語化できてないんですけど、うん、まあ、多分一つ分かってきて、多分これは間違いなく自分の得意なことなんだろうなって思うのは、なんか人に対して好きなことを伝えるのが結構上手いんじゃないかなって思ってるんですよ。自分で言ってて何なんですけど、うん、まあ、このラジオもそうで、このラジオが、なんか特に論理的ではないと思うんですよ。なんか、はいはい。まあそうですね。で、仕事をしてても思うんですけど、特にプレゼン能力が高いわけでもないと思ってるんですよ。で、うんうん、でもなんか、人に好きなことを伝えるのが得意だし、あ、リアルで話してる人とかだと思うんですけど、伝わってる感が結構あるんですよね。自分の感覚の中では。うん、だから、こういうのが結構上手いんだろうなと思ってるのと、あともう一つ、自分が好きになるものを見つけるのも得意な方だと思ってるので、まあ、だから、うんうん、結構その好きなものを見つけてそれを発信していくっていうのが結構自分は多分人よりも上手いんじゃないかなみたいなのにちょっと年末あたり落ち着いてて、うん、去年の秋ぐらいから俺何が得意なんだろうみたいな悩んでて、今更この、はい、いい年して考え出しちゃったんですけど、まあその方向にちょっとこう活動の幅を広げていきたいなとはちょっと思ってはいるんですけど、でもこれはまだぼんやりしてて、何があってのは全然考えられてなくて、ちょっともう年始なんで、ちょっと時間作ってどこで考えようかなと思ってます。で、ぼんやり思っているのが、選手やってみたいなってちょっと思ってますね。誰かに対して本を、まあ、その人に向けてレコメンドするみたいな本で言って、これがちょっとこういろいろ自分の中ではあって、多分選書されたこともほぼないので、あ、はい、選書ってどうなんだろうって思ってます、うん。自分の中で選書してもらいたいっていう欲求があんまないから、うん、ちょっとそれを、そのサービスというかその行為というのはどういうもんなんだろうっていうのが、ちょっと自分の中で落ちててないから、どう設計していいかわかんないなと思っています。でも、もしかしたら、なんか、自分に選書してもらいたいと思ってる人もいるかもな、とかも思っていて、まあちょっとそのあたりを探りながら、どういう方法があるのか、ちょっとやってみようかなと思ってます。選書サービスちょっと調べたんですけど、なんか質問に答えていくよりは、なんかやっぱりちょっと会話してからじゃないと、できないな、とか、ちょっといろいろ自分の中で思ったりしたりしてるんですけど、ちょっとここは、ぼんやりしていますね。あ、なるほど。うん、確かに、いや、僕も選書サービス、そういえば受けたことなかったんですね、今まで。いや、多分、私とかみえさんは、多分、好きな方を自分で見つけられるタイプの人間だと思うんですよ。だから、あんまりレコメンドされることに対して、興味がないんだと思うんですよ。そう、多分、そういう人間が選手、でも、なんか、逆にできちゃうかもしれなくて、選手が。どのレベルでできるかはちょっと置いといて、とか、そういうこと考えたんですよね。ああ、なるほど。そうですね。私は多分今まで自分が読書会とかもそうなんですけど、自分が欲しいものを作り出そうみたいなことは、なんていうかイメージが結構しやすかったけれど、選書って自分が欲しくないものを作り出そうっていう行為なんだなっていうのには薄々気づいていって、で、それってどうしてったらいいんだみたいなのに、今ちょっとこう、はいはい、もやっとしてるから、これちょっとうまく言語化してって、整理していかないと、うんうん、なんかトンチンカンなものをやっちゃいそうだなと思ってるんで、すごく慎重にもなってます。はいはい、あ、そうなんですね。なるほど。もう確かにその、会話をしてっていうこともするんだったら、ちょっと思ったのは、ね、選書して終わりじゃなくて、なんかもっと深くその人に関われるんじゃないかなとは思いましたね。だからね、それをどういう風にサービス化していくかっていうのはちょっと、なんか本当は、なんかみえさんみたいに、こう、カフェとかやってて、誰かがこう、割とこう、自由に来てくれる、飲食店みたいなのをやってて、で、来てくれたお客さんが、こう、選書してくださいみたいな、あ、じゃあやりましょうみたいな。で、じゃあいくつかちょっと会話させてくださいみたいな、そういう感じが一番理想なんですけど、なかなかちょっと自分お店も持っててないし、まあお店持ってても、それだけで大きいことになっちゃうんで、まあやり方あると思うんですけど。あと、それはちょっと話が。選書に戻っちゃうんですけど、僕が、そういえば選書を受けていなかったのがですね、受けようと思わなかったのがですね、なんか持ってる本選ばれたらどうしようっていう。あ、わかる。なんかそこを、そのリスクを、そう、なんかいつも考えてしまうんですけど、ね、まあこれもちょっとね、選書のサービスについてよくわかっていないんで、
そうですね。まあ、事前に教えてもらえるかどうかっていうのもわからないんですけども、かぶったらどうしようっていう怖さを、いつも先に考えてしまってますね。あ、で、そう、選手多分ね、いろんなパターンがあって、どういうものをこう組み立てていくかっていうのが結構考えなきゃいけないなとちょっと思ってるんで、ちょっともし、あの、やったときはちょっとなんか、どっかの番外編で選手の話をしましょう。はい。はい。選手について語るね。まあいいかもしれないですね。まあ他にはちょっと読書絡みで言うと、まあ読書会再開したいなとか、あ、ちょっと今コロナで、あの、できてないとこがあるんで、今年はちょっとね、今、オミクロン株の影響がいろいろあるんでちょっとわかんないですけど、まああの、リアルの読書会やっていきたいなとか、あとちょっと、ぼんやりオンラインの読書会やりたいなとか、そういうのをちょっと考えてはいたりしますね。で、あと、これも本関係ないんですけど、かなり最近ワインにハマってまして、ワインをすごいよく飲んでるんですけど、飲食店で飲むだけじゃなくて、結構酒屋さんでもですね、買って、家で飲んだりとかしてるんですけど、なんかちょっとワインの会をちょっとやりたいんですよ。で、これはですね、あ、別に私、ウイスキーも日本酒も好きだし、まあビールも好きなんで、まあそういう会でも全然いいんですけど、これなんでワインがいいかなと思った時に、まあ、最近ハマってて自分がまだ全然勉強しきれてない領域で、すごい世界が広がってるんだろうな、みたいな、感覚で今、入り口に立ってるところだと思うんですけど、っていうからワインをいろいろ一緒に勉強してくれる人が欲しいなっていう思いもあったんですけど、どっちかっていうと、なんか今ちょっとぼんやり考えてるのは、ワインって、まあ1本 750ml なんで、これをなんか誰かと2人で開けるって結構面白いなと思っていて、分け合って1本開ける。で、なんか1本1人飲むのは結構つまんなかったりするので、誰かと2人でこのワインを1本開けながらなんか話をするっていうのは、こう面白いんじゃないかなと。わかんないです。それをなんか発信するのかしたいのかもちょっと今すごい悩ん考えてるんですけど、理想はワインを一本開けてる間に誰かと二人で話して、その話で多分なんかやっぱり同じお酒を飲むって結構すごくなんていうか自己開示しやすい環境になるなってちょっと思ってて、なんかいろんな話ができるんじゃないかなと思ってて、その会話をちょっと録音してポッドキャストに配信したり、もしくはまあテキストにちょっと起こしてみたりしたら、興味ない人多いかもしれないけど、でもなんか面白いことになるんじゃないかなとか、ちょっとぼんやり思ったりしてますね。全然これもコンセプトとか決められないんですけど、なんか全然考えられないんですけど、でもなんかこの誰かと二人でこう、ちょっとワインを飲みながらちょっと話して、その会話が結構なんか、お互いのちょっと深いところにこう、行ってったら、結構面白いかもなとか思ったりしてるんで、ちょっとこれ、そんなに回数できないと思うんですけど、まあ、なんか、理想は2月に1回ぐらいちょっとやって、ちょっと発信していきたいなとかちょっと思ってますね。ああ、面白そうですね。なんか、せっかくそういうのをするんだったら、ワイン好きな人って本当に、ね、幅広くいらっしゃると思うんで、なんかその、年代もそうだし、なんか、もう趣味とかも、もうすごいこうバラバラな人たちを飲んだりすると、なんか面白いかもと思いましたね。なんかワインを通じて喋って。これ、なんだろう、日本酒とかだと、4、5瓶だと足んない気がするし、1升だと重い気がするし、ウイスキーだと終わんないんですよ。絶対。ワインかなってちょっと思って。はい。ビールだと軽すぎるし、みたいな、うん。ちょうどワインが誰かとこう、ゆっくり話すには、いいボリュームなんじゃないかな、みたいな、うんうん。まあ確かに、それは。30分ぐらいかな。あ、でもどうですかね、30分で終わるかなっていう。確かにね、このラジオやってる限り、ね、そうですね。なんか、2、3時間ぐらいかかっちゃいそうだけど。まあ、そしたらね、あの2本目とか言ってね、チャプター変える。全校。チャプター変えて、はい、あの、すればいいかなと。まあちょっとその辺は、いろいろありますけど。まあちょっとそういう、あの、読書以外でも、ちょっとなんかやってみたいなと今、いいですね。いいですね。なんか、あれですね、ポッドキャストをやられたら、酔うまでが前編で、酔ってからが後半、後編でとか。なるほどね。確かに。面白いかも。なんかちょっと思ったりしてます。で、ちょっと、皆さんと同じく私も時間がないとこういうことがいろいろ考えることもできないし、組み立てることもできないので、ちょっと自分、なんか、なるべく時間を作っていこうとは今思っていて、でも、そのためにはですね、ちょっといろいろ気合を入れなきゃいけないなと思ってるんで、一回、ゴールデンウィークまでいろいろ走り続けようかなと思ってます。あんま休まないで。今年は、今年はちょっと一回、あの、ラジオのことも含めて、ゴールデンウィークまでは、今年のゴールデンウィークはとにかく、なんだろう、休むってことを考えずに動き続けようかなと。ちょっと、で、ゴールデンウィーク一回ちょっと、オフにするっていう、作業を入れようかなみたいな。かなり気合入ってます。ちょっとでも、
やっぱりなんか、勢いは、ちょっと最初の勢いは必要だなって思うことが、なんか始めるには。それはちょっとそれは頑張ろうかなって、ちょっと思ってます。うん、うん、うん。で、ゴールデンウィーク以降、ちょっと今年の前半やったことを整理していくみたいな感じかなと。うんうん、はい。なんかこう、なんか一緒にやりたいっていう人いたら、声かけてもらえると。気合が、入った状態だったら乗るかもしれないです。うん、ゴールデンウィークまでだったら、乗ってくれる可能性があると。じゃあ、そのとこですかね、今日は。うん、そうですね。はい。じゃあ、ちょっと次回告知して終わりたいと思います。次回も番外編続きまして、次回はですね、積読本をテーマにお話ししたいと思っております。なんで、ちょっと本の話にまたよりますが、まあ、積読という、この読書する人にとっては、おそらく永遠のテーマである話をちょっとしたいと思ってるんで、お楽しみにしていければなと思います。じゃあ、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたのでございましたら、ハッシュタグサルトビネコたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter、Instagram やリプライなどでお待ちしております。番組情報欄にメッセージフォームを載せておりますので、そちらからいただいても大丈夫です。この番組気に入ったら積極的に拡散共有していただけると助かります。では今年もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。